はい、えー、明けましておめでとうございます。えー、新春第1弾のおすすめ商品ですね。ババンのプロ工具 900ml フォームガンですね。高圧、洗車ができる、まあ、ホースに取り付けるだけですね。えー、コンプレッサーとかついてなくて、水の圧力だけで、えー、泡になって、えー、割と高圧の、水が、 泡とと一緒に吹き出すすいったえフォームガンのご紹介です非常にねえ、洗車時には非常に役に立つ人気の商品となっておりますので、まあ、新年早々第一弾としてね、お車あ、汚れてる方は、まあ、すっきりとした気分で車をたまにはね、 えー、洗浄して洗ってみてはいかがでしょうか。それに伴う非常に便利グッズ、ホースにつなぐだけで高圧、泡洗浄ができるといったものです、えー。ガソリンスタンドに行かなくてもね、自分の自宅のホースにつないで泡洗浄できる、うもう電気も全くいらない水の水圧だけで使えるフォームガンキットの ご紹介です。開けていきたいと思います。えー、現在アマゾンで星が4つ半の人気商品で、えー、価格が現在44%引きの3600円。なんと5000円を切った値段で売り出しておりますので、まあ、新春第1弾のね、えー、商品として、おすすめ商品として紹介したいと思います。こういった感じですね。箱です。 泡関係がこうなって、後ろですね。はい。特攻ですね。これ組み立て上がったところの、はい、えー、写真です。はい。早速内容物見ていきたいと思いますね。はい。中身です。 まず全部出してから説明しますね。高圧洗浄用のこれですね。はい。本体のうん真ん中の部分。あの、カーシャンプーとか入れるところですね。それとノズルです。はい。と、こういった各種、はい。えー、ホースに適合するやつをつけてくださいね。 アタッチメントがついております。各種、ど大体のもうほとんどの水道水には適用するように、水道のえ蛇口には適用するように、庭の、はい、ガーデンの水道には適用するアタッチメントがついてますんでねえ。必ずどれかに適合します。はい、1、2、3、 4つのアタッチメントがこれを水道の、はい、蛇口につけて、はい、あとはホースは別売りとなっておりますねホースは普通の家庭のホース今使っているのに付け替えればいいといった、はいえー、アタッチメントが付いておりますねちょっとここに置きますそれとまあこ,これがあれですねグリップの部分はい一番重要なグリップ部の部分をお見せします、はい ここで,す、ね、でまあロックしたければここでロックしてはいできると、えー、ワンタッチで装着できるものですここですね、えー、ここにこれをキュッと両手で後ろにやって突っ込んで離すだけでもうこれではいこの部分のあれはできましたねでこれでロックが始まます さらにこの泡の量を調整できるダイヤル式になっております。ここダイヤルですね。はい。これが5、4、3、2、1。こういうふうに切り替わりますので、自分のお好みに応じて、はい。えー、まあ、噴射量、噴射量というかな。それを変えてほしいと。中にはカーシャンプーを、はい。えー 自分の好みに応じて、はい、適量を入れて、これを締めると。で、ホースにつないで噴射すれば、泡状の、はい、えー、高圧の洗浄水が出るといった、あ、優れものですね。内容物は今、あ、ここに、えー、画面に映っているものが全てです。と、あと、はい、えー、説明書がありますね。まあ、英文で、こんな風に。 こうなってます図面をちょっとはいまあ英文ですけどはい図解で分かりやすいですよねはいまあ誰が見てもわかるものではいあとはですねここ前,前の部分にまあこういうふうに突っ込めばはい、えー、出来上がりといったものです、うん こうですかね。はい。ここも溝に合わせて、はい。こういった形。まあ、自分の好きな方向に、えー、ノズルを向けれますね。はい。まあ、高圧洗浄岩ですね。はい。えー、全くね、電気を使わないタイプなんで、えー、まあ、近所に気兼ねなくね、全く音が出ません。水道水の圧力ではい。 噴射して中にカーシャンプーなどを入れて噴射すると泡状の、はい、洗車が、高圧洗車ができるといったものです。ノズルはここに1本しかありませんので、これがフルキットということになります。非常に優れたね、高圧洗浄ガン、フォームガンとも言いますね。 全くであのコンプレッサーをつかないタイプで水道水の圧力だけで、えー、接続して、水道とホースを接続して、まあ、シャンプー、撥水剤などを噴射することができるといったものです。えー、希釈率、倍率はダイヤルで簡単に調整できるといったもので非常に、ね、おすすめの新春第1弾、車、洗ってみてはどうでしょうか。これからね。 えー、だんだんとね、寒さも和らいで春に向かいます。綺、え、麗、ー、な車で、えー、洗車してね、気持ちよく、ワンタッチで、組み立てて、片付けることもできる、フォームガンの新春第一弾のご紹介でした。気になる方は、URL 貼っときますんで、そちらの方から見てください。非常に軽量で、使い終わった後も簡単に、バラせて、箱に直して、収納できますんでね。 えー、これはおすすめです。はい。えー、今日はね、正社してるとこ見せられませんでしたけど、また次回、あのー、機会がありましたら、あ、してみたいと思います。では、これで、どうもありがとうございました。またです。さようなら。